でね、早速今日も撮っていきたいと思うんですけども、いよいよずっとやりたかったけどためらってできなかった初巨大飯でございます。いやマジでついに来たか、やる時が。やっぱりね、この企画はね、いろんなものが重なって丸一日開かないとできない企画なんですよ。そしてその全てが重なった日が今日なんです。やべやべ、これつけ忘れてた。そしてなぜね、今までできもしない大食い企画を多めにやってきたかというと、そう、この巨大飯を作った後に食べる切ることができるか不安だったから俺はやらなかった。だが大食いを重ねてね、俺たちは強くなった。だからこそたどり着いたこの巨大飯企画、成功と完食、この2つを俺はやり遂げるってことで、早速やっていこう。はい、ということで早速作っていきましょう。ということで材料を紹介します。ディディン、見てください、この量。もうね、業務用ベーコンですよ、業務用ベーコン。ちょっとね、もう何枚入ってるか分かんないレベルです。マッシュルーム、エリンギ、ローズマリー、玉ねぎ、じゃがいも、ニンニクです。調味料はこちら。調味料のが少ないっていうね。ブラックペッパー、ソース、ソイソース、ワイン、一番搾り、そしてこの豚野郎、タコ糸ですね。この2つを忘れてました、砂糖とバターです。はい、では早速作っていきましょう。まずはね、こちらのじゃがいも15個をねひたすら剥いていきます。これ巨大飯作るの相当時間かかるぞ、これ。ああ、ここに鉄壁の壁を作ります。じゃがいも15個ってこんなしんどいの？俺学校の給食当番のおばちゃんとか何個剥いてんだよ、一日。あー、やっと終わった。長い戦いでしたね、ノライトさん。続いて皮を剥き終わったじゃがいもを一口大に切っていきましょう。切り終わったじゃがいもはね、お水の中に入れてあげましょう。お水に入れたらこのまま3分間浸しましょう。続いて水を切ったら沸騰させておいたお湯の中に入れてあげましょう。こちらが柔らかくなるまで煮込んでいきます。まあ大体7分ぐらいですね。じゃがいもが柔らかくなるのを待つ間に、玉ねぎ、エリンギ、マッシュルーム、ニンニクをねみじん切りにしていきます。まあこちらもね量多いんでね、合間合間にやってください。まあこんな感じですね。ニンニクもこんな感じですね。はい、じゃがいもそろそろね茹で上がったんで取り出していきましょう。お箸で刺す、これスーって取ったらね OK です。じゃがいもを取り出したら優先的にね、あったかいうちにこのようにね潰していきましょう。はい、ではこんな感じですね。こちらサランラップをして一旦置いときましょう。そしたらね、先ほどのみじん切り作業に戻ります。マッシュルーム30個はしんどい、やばい、検証絵になる、マジで。ラスト1個、俺のね戦いの中で得た成長、ちょっと見てください。いきますよ。どうよこの速さ、見てこの量、キノコだけでこの量ですよ、この厚み。これ別の意味でのフードファイトだわ、マジで。続いては玉ねぎをみじん切りしていきたいと思います。やばい、今すごいことに気づいちゃった。コンタクトしてると玉ねぎ切っても涙が出ない。はい、では玉ねぎもこんな感じですね。いやマジで疲れた。はい、ということで先ほど切った材料を炒めていきます。火はね中火でやっていきましょう。サラダカブラ大さじ5、サラダ油大さじ5。うわー、めっちゃ油まみれやな。はい、こちらにんにく、はい、にんにくがねきつね色になってきたら他の材料も入れていきましょう。うおー、なんちゅう量だ。これはフライ返しできねえな、多分。うわ、これ絶対入んねえじゃん、これ。まあしばらくしたらね、しんなりしてくるからね、ちょっと徐々に。これは多分無理ですね。フライパン2つ使いましょう。いや、ちょっと大食い料理恐るべしですね、これは。やばいな、この量。ちょっとこれは業務用フライパン買う必要があるな、これは。塩コショウで味を整えます。お、やっとしんなりしてきましたね。やばい、検証にある、筋肉痛になる、これは。やばい、よし、しなってきたから合体させますか。
もう飴色もクソもわかんねえよ。てか謎の水分がめっちゃ発生してきてる。なんじゃこりゃ。はい、ということでね、玉ねぎがしんなりしてきたら火を止めて取り出して粗熱を取っていきます。はい、ではね、いよいよね、こちらのじゃがいもの中にね、こちらを入れていきます。ちょっとこれまた入れすぎるとね、混ぜ合わせられない説あるんでね、ちょっと気をつけないと。何で混ぜるの。おっとまだどっちも熱い、熱いね。どっちも熱いね、まだ。あー熱い、鼻につく。うわ、でもめっちゃいい匂い。これダメだ、ちょっと手じゃね、まだきついっす。残りも投入します。うわ、これかなりでかい、なんちゃってローストポークできるぞこれ。はい、でね、そろそろ手でいけそうなんでね、手でやっていきます。はい、ということでこんな感じですね。続いてこの子をね、俵状っていうんですか、ハンバーグ状っていうんですか、なんかあの丸い形にしていきます。うわすんげえ、これやばい、モンスターやんこれ。ちょっと気持ち緩いですね、気持ち。もうちょい固めでもよかったかな。さっきのね、汁もね、ある程度切ったんですけどね、バチバチに切った方がいいかもしれないです。でかっ、これ10人前ありますからね、これ量で言うと。ちょっと一旦これはね置いときます。置く場所ねえよ。いよいよこのベーコンちゃんの出番でございます。これ何枚引けばあれ包めんだろう。こんなベーコンの量使ったことねえよ。多分あれ負けないんでね、上からも乗せる感じになると思います。1234567891011121314151枚、下15枚。 OK、 まあこんな感じかな。こいつを乗せてどうなるか。重い、ほっ、おお、包めるかな、マジで。これベーコンが間に合ったとしても、タコ糸で結べるかだよね。とりあえず全然負けないんですけど、やっぱこれ上からやっていくしかないね、これは。あら、これ上でも足りないね。細長くするしかねえか。これ以上横もなかなかきついよ。わかった、とりあえずここにピタって全部つけて止めよう。あ、ええじゃん。ベーコン上乗せていきます。でも細くしたから、いけるんじゃん。あ、もうこれでいこう。あ、オッケー。あ、オッケー。わ、これいけるぞ、みんな。やば。オウムじゃん、もうこれ。風の谷やん。オッケー、負けたぞ。あとはこいつをタコ紐で結んでいく。とりあえずね、これを動かすのは厳しいんでね。ほんとは下から行きたいんですけど、横から行きます。あ、無理だ、これ浮かせられない。これ浮かせたら終わりだ。何かいい手はないか。あ、分かった。これをサランラップをこうしてひっくり返せばいいんだ。マジ声だわ。いきます、ほっ、どーん、いや、どっちにしろだな、これ何回も繰り返すのはきついからな、さすがに。ちょっとね、もうこれ何回もやるの無理なんで、縦紐を諦めましょう。はい、もう次はね、この上に乗せていきます。うわ、ギリギリだな。巨大料理がこんな大変なんて誰も想像しなかっただろう。やばい、しかも鉄板よりこいつでかいぞ。ちょっとダイエットしないと厳しいかもしれない。やべ、超一か八かやんこれ。いくぞみんな、これが失敗したら全てが終わりだ。いきます、3、2、1、ファン、よし、もうキッチンが荒れ地とかしてる。オッケー、続いて香り付けのローズマリー、これをね、至る所にぶっ刺していきましょう。あー、めっちゃいい匂い。オッケーでしょう、これだけ刺せば。焼いていきましょう。はい、ということで200度のオーブンで25分温めていきます。この中もう熱々だから頼む、美味しく焼けてくれ、さよなら。はい、ということで続いてソースを作っていきたいと思います。もう調理してから3時間が過ぎました。マジ巨大飯は本当自分との戦いですけど、俺はね、この雪平の名前を背負ってるんでね、頑張ります。まず赤ワイン 500ml、 砂糖小さじ5杯、醤油大さじ5。はい、いよいよソースを作っていきましょう。火は弱火の、バター 50g。はい、バターが溶けたらね、先ほどの調味料を加えていきます。全部入れ終わったらね、とろみがつくまでね、弱火で煮詰めていきます。お、ついに。はい、ということでオープン。うまそう、これはうまそうすぎるわ。いや、もうこれ確実にうましかったでしょ。おー、見てください、この存在感。てか単純にこれが乗る皿がねえぞ。このままいく、記念に。何の記念か分かんねえけど、こちらのね、ローズマリーを外していきましょう。
こちらの紐も外します。はい、いよいよ終盤でございます。こちらね、ソースにとろみがついてきたら、もう一度バター 50g、 あっちー、もう一度バター 50g を入れます。そして溶かしましょう。はい、傘の量が半分ぐらいになったら、こちらでソースが完成です。それでは早速盛り付けていきましょう。もうこの子に関しては、まあ、変な小細工な飾り付けはいらないでしょう。こちらの特製ソースを、うわうまそう、やばい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 、これはやばいぞ。たっぷりかけてあげたら完成です。超巨大なんちゃってローストポーク、うまそう、これはうま、重い。見てください、この照り、そしてこの大きさ、威風堂々とはまさにこのことじゃないでしょうか。キングオブアニメより、早速食べてみましょう。この手と比べてもこの大きさよ、やっべえなこれは。いやもうこれはね、マジでもう俺のアニメ料理史上に残る間違いなくトップクラスの品物になっております。はい、ということで早速うましかてって言いたいところなんですけども、残念ながら今日はお時間です。次回、巨大なんじゃってローストポーク大食い編突入、絶対見てくれよな。はい、ということで、まだまだ他にも動画たくさんあるんで、関連動画や僕のチャンネルからぜひ他の動画を見てください。高評価とチャンネル登録お願いします。高評価とチャンネル登録お願いします。ってことで、また会いましょう。またな、お楽しみに。多分今まで作ったものの中では確実に一番でかい。そしてね、見た目もおいしそう。